え、意外と個性派グループ選手権いきますノークネームとつなってきた選手権が開催されるから、何かこれはっていうやつを買ってきて、ね、なんかインスピレーションなくちゃみたいな、自分で思いついたら買いに行こうじゃん。 OK、 意外買いに行ったらさ思いつくんじゃないやっぱ。じゃなんかポイントのさ、あ、紙作ろう、あの意外性とか美味しさ中学校の時めっちゃ流行ったよね。流行った。プレイカラーだっけ、うん、シューだよ、分かった。プレイカラー用のさペンケースなかったっけ。あ、なんか2本あったよね。色ない時シューナに借りてたのに絶対持ってるから。え、シューナも書けばいいじゃん。そんなできないもん。できるって。これ切れるんだ。ここ知らなかった。だって文房具なんか何年前に終わったと思ってる。終わったえ、なんか言って話だったっけなるよね、大きく書くと。え、うまいやん。え、間違えた普通に間違えたんだけどでも分からなく、分からんよね。分かる、分からんよ言われないとよし、できたよし、お腹すいた。最高じゃ、材料作りますよ。いいレタスの証拠だわこれ。土がたくさんついてる。ハサミ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 。やば、クレープ家で作るとか初めてなんだけど。小学校の時とかさ、何でしょう、何本やったし、ドーナツみたいな。これあー覚えてる。毎週さ、週次った後にそのまま一緒にバレー行ってたじゃん、うん、だからなんか週の家でご飯食べさせていただくときにこれをやりたいってなったけど、うん、週のが持ってないからホットケーキミックスでめっちゃ一生懸命作ったのその中うちらのじゃあクッキング魂は。そうだよ、創作欲が、創作欲やばい。買わないもんね、作るもんこれね、クレープ販売としてた人のレシピ、うん、え、これ美味しいじゃん。確実だから確実だから、確実だから。電子レンジ、うん、すごっ、いらへんやん、あれ。あ、そういうこと、そういうことね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 、はい、そういうことね、はい、そういうことね、はい、そういうことなのね、はい、水天国みたいになっちゃった。はい、はい、はい、溶けてくれない。いいアボカドちゃんだ。本当だ、綺麗。いい匂いしてきちゃう、してきちゃう。オッケー、全部入れて。阿部シューナさんが厳選したツヤと丸みがとてもいいアボカドでございます。あ、でマジ落とさないからやっと手に入れたいアボカドなんだから。そうだよ、2軒回ってそうだよ彩りが本当に綺麗え、ありがとうございます。なんと祝っていただいちゃいました。おめでとう。おめでとう。かわいいね、今日も。ありがとう。嬉しい。ロー、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 嬉しい。わあ、あとこんなにあげるものに困る。わからんよね。キャンドルじゃん。わかった、書いてあった。あ、ほんと、あ、そう。箱捨てられないね。使い方がいいね。なんか、オキャー、どっかに。オキャー。めっちゃ、シュナの YouTube 見て。今、どんなだっけ。あ、めっちゃ助かるの。かわいい、かわいい。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いじゃない。なんかの匂いする。おぉ。かけるとさ。待って、わかる、なんかの匂い。え、なんかさ。え、めっちゃいい匂いじゃない。なんかの匂い。何の匂いか私もわかんないけど。めっちゃ使えるね。ちゃんとライブの顔。お茶かけてる。かわいい。わぁ、すごい。かわいい。皮なのこれ。そう、これなんかレザーみたいな感じらしい。あ、嘘だったらごめんなさい。え、なんか土っぽくない？ちょっとごめんなさい。波状土っぽい。ごめんなさい、嘘です。何これ。え、なんか使えない。楽しいんだけど使ってくれよ。使えない。使って。そう、なんか色もめっちゃ悩んで。これでムーディーな生活をちょっとおしゃれな。ありがとう。わざわざやれた。
やばい、22歳なんですけど、ね、どうしようなぁ、あるんだけど、こんなにすごくない。いやいやありがとう。余計なもの入ってないか。余計なもの。いや、私さ、これ初めてかけたんだけど。そう、ね、本当はさ、三角棒をさ、探してたよね。ティアラとかが欲しかったんだけど、そう、なかった。ちょっと、やっぱうちら笑いちゃう。どうぞ。ありがとうございます。何でしょうか。何でしょうか。ウォーターオイル。イエス。化粧水の前につけるオイル、あーつけたら化粧水がすごい浸透するんだって。導入剤みたいなやつね。そう、多分導入剤。匂いがすごいいいの。嗅ぎたい。嗅ぎ、あ、あとでやもんね。あ、恥ずかしくなっちゃうから見ちゃいけないものみたいな。あ、あどっち、こっち、こっちで、これは化粧水つくないけど、いい匂いだよ。絶対さ、マジの力技なの。ビシッかったいなと思って。途中で気づけた。途中で気づけた。そこに全部あるのかな。あ、来た。何やってたの。ハート作ってたら作ってみた。いい匂いだよ。ちょっと広がる。あ、来た。何なの。ごめんね、なんか手の開くんですけど。あ、なんかオーガニックっぽいな。わかる。うん、なんかおしゃれな匂いするんだけど、やってもらったのって凛さんに。めっちゃ浸透したよ、化粧ね。うん、もうすでになんかオイルの感じしないもん。あ、本当だ。オイルって書いてある。いいよ。え、つぶっちゃっちゃちゃっちゃ。ぜひ使ってこちら。紹介してみて。こちらです。 NB ウォーターオイル CD を。見せないと、見せないと。逆だろ。こっちでしょ。こっち見せながら喋ればいい。ウォーターオイルシーディオです。おー、難しい。すごい。あー、22歳になっちゃうのか。なっちゃう、そうだね。嫌味じゃないよ。ずいぶん前に私たちに言うなって。もうすぐ23だよ。もう23だから付き合いの3ヶ月ぐらい。だってさ、僕78じゃん。やばっ、思った。僕783気づいた。末っ子、一番末っ子ありがとうございます。ありがとうございます。幸せやもん。いただきさ、やばい。いいよ。じゃあ、ごめんごめん。16歳の誕生日でしょ。思い出したいわ、その子。17、18、19、20、21、22、6年前だって。わお、やばっ。せーの、アーベーシューナンハピバー。じゃーん、クレープパーティーを行います。楽しみ楽しみ。多分ね、そのと反対かもしれない。じゃあもう一回やるわ。やり直し。え、しゅーちゃんをさ、持ってさ、これでこうやってさ、前にいれば。じゃあ、とりあえずもらっちゃったもん。じゃあ、ちょっと反応で。なんでなんで、映ってよ。え、ケーキがさ、このケーキかわいい。え、それほんとかわいい。かわいい。ありがとう、みんな。はい、誰がやるの。はい、やるの。楽しそう。いくよ、いっちゃってください。大丈夫。ありがとう。待って、そんなにスピード勝負なの。なんか緩いかも。プロじゃん。ありがとう。あ、すごい。ちょっと緩いね、やっぱ。美味しそう。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これだけでもうまいんじゃね。早いな。手についたら。それだけでもうまいわ。ねえ。ハナコ。え？ソーセージとウィン。あ！ソーセージとウィンナー。ソーセージとウィンナー。ソーセージとカレーをセット。え、カレー？あ、言っとったね。え、キーマカレー作ったの？レトルト食べる。あ、だよね、全然いい。これちゃんと。これをなんかルーターで言うとったんや。はい、で、売ってたの見たから、みんなこっち来るって。
けそうでしょ、ね、そうだよね、一緒に帰ってくるついてくる、誰影の風みたいな。セプンでもいい？いいよ、で、あ、いいじゃん、ちょっとでもそこ、ええー、やん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 、あっちよ、大丈夫かな、大丈夫だよ。なんだろう、すっごく考えてたの、なんか乗りたかったから何も分かんない、なんもない、特になんもない、勝手にしてた。なんか上手そうだよね、こういうのなんか下だよ。え、めっちゃうまいじゃん。でもね、生地追加したんだよね。ねえ、それはダメだ、ね、ボスボスボスいくよ、はい、いけ、返事がいいね、バスケ部だからね、いけ、はい、さすがもっとバスケ部かけなくなっ、あ、キャリあ、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 おい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 浮かすの、ちょっと上の上面をなんか広げる感じがいいってシュウのが言ってた。熱いから気をつけちょっとキツ食べてみる、意外といいな、もちろん、うん、うまい、無事にするやった、ありがとう、久しくこの匂い嗅いでない、本当に熱いからね、うまい、クレープってまず久しぶりに食べると本当に美味しい、なんかさ、包丁みたいなやつでさ、うん、あー、うん、シュワチャってやってるよね、本当はね、やってるやつ、さすがにそこまで用意できんからそれは意識高すぎ、いやいやいや、でも開けた、あ、いけんじゃね、いけんじゃね、爪でいけ、おー、うまくない、さすが会長のナイス、すごい、思い取っちゃうんだけど、いるね、それマジのギャルだよ、それガチのギャル、こうガチのギャルのことだよ、さすがパーツついてるからこうできないから、そうそうそう、そういうことなんだ、こっちの方がさ、安全そうじゃない、確かに、なんかさ、爪でガイってやっちゃう、力加減難しくない、そうか、スクエアだったらここ丸いし大丈夫だから、こう、怖い、やばー、ぶっ刺さるよ、刺さんない、すごー、そう、眼球強いでしょ、食べてもいいよ、別に食べます、チーズ選んでいいな、うん、うん、やろうか、うまっ、うまい、うまい、え、美味しそう、え、やりたいやりたいやりたい、ちょっと待って、ちょっと待って、いくよ、やるぞ、軽めにね、ふわーっとやるんだよ、オッケー、え、うまくない、うまいうまいうまい、あ、でもね、あ、そうそうそう、ほら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 、おい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 、おいおいおい、ポロちゃんに憧れてるじゃん、ちょっと憧れある、ちょっとポロちゃんが言ってるのに言いたくなった、そう、おいおい、やる前はさ、できると思うんだけどさ、そうなんだよ ね、イメトレはね、完璧ないね、そうそうそう、やってたもんね、イメトレめっちゃしてたよ、みんなが来る前に、あ、ごめん、ちん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 ごめん、誰爆誕ちんちん、そろそろいいかも、ちんちんここに、あ、いいよ、チーズ入れるで、ちんちん爆誕好きだもんね、チーズ、うん、好き、ちんちん爆誕、え、どうしよう、あ、お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 、どうしよう、これ勢いでいった方がいいかな、うん、熱いよ、大丈夫、大丈夫ね、なんそんなガッツリ持てるの、大丈夫だ、やば、いいやん、え、うまくね、すごいよ、ほら、え、待って、ちょっとさ、欲張りすぎたかもしれない分厚い生地、8割生地ほぼぎっしょ、そう、イエー大丈夫そう、何今日、クレパ、ま、クレパ、何でも略そうすんだよ、端っこの方にね、押、うん、した方がいいよ、うん、このキムチ美味しい、うん、お願いします、うん、うん、2杯ぐらい入れようかな、もう水出しためっちゃうまいんだけど、上手、いいね、タレ美味しそう、食べようかな、ナイスのインドストーン、ソーセージ食えよ、パン入ってる、うまっ、うん、カレーうまっカレーバカバカない、カレーにウインナー、ただカレーそう、シンプルにカレーがうまい、なんでカレーで、え、うまいじゃん、でしょめっちゃうまくない、でもちょっとカレーに持ってこいだと、みんながカレーにしたら、ね、うん、うまいねえ、なんでそんなのんびりやってんの、ありがとう、どう、絶対違うと思う、まあいいんじゃない、食べるし、口入インに入ったらいいじゃん、うまっ、美味しい、うまいか、うん、上手すぎえ、でも上手だよ、いいよ、いい感じ、いい感じ、うん、綺麗な絵になってる、水平保ってすけすけ自分で言うの自分で言うタイプなのクレープ屋のバイトしてそうじゃない、そうそう、え、うまっ、うまっ、えっシューター、
ほのかマジで才能開花してるかもしれない。マジ全部ほのかに作ろう。やば、いいね。ね、うちら食べよう。ほのちゃん作ってうちら食べよう。クレープ屋さん。これ全部やろうとするからダメなんだよ。だってお好み焼きとかもそうじゃん。確かに。やりたくない。あ、すごい、やっぱうちのこと好きなのかなと思う人。もう全部共感。うちのこと好きなのかな。やっぱ思っとってやっぱうちのこと好きなのかな。自前久しぶりだからね。そうそう。え、どうしよう。あ、かわいい方にする。すげえかわいい方で見せる。映えじゃん。え、めっちゃ、ね、見て見て。え、うまず。いいよ、あんた。いいよ、あんた。ほら。あ、爪かわいい方で。化粧品評価何番何番。132番。132番。ピザシークレープ。うまっ。シナの味する。シナ食べる。あ、ちょっとトマト入った、ごめん。タイトルコールお願いします、はい、え、意外。個性派クレープ選手権。今回個性派クレープ選手権を行うということで、はい、意外性、美味しさ、映え度、食べやすさの4段階で評価していただきます。何点、何点ずつ。あ、10点ずつです。10点ずつ。計40点の。では紙を配りますね。ありがとうございます。どういう人ですか。ではまず、はい、じゃがりこでのチーズなしバージョンを存分に。結構いきますね。はい、真ん中に置きます。真ん中に置く。珍しい。そしてこのチップをちょっと下しながらパラパラっと。ちょっとしてるじゃん。そしたら、なんと餃子じゃないですか。餃子スタイル。こちらです。完成ですか。はい、完成です。あー、すごーい。モデルみたい。なんということでしょう。左の中には。それどうやって食べるの。どうやって食べるの。元通り。戻って完成。私の追加。じゃあ私がやりますのはクリームチーズ使います。おー、いいね。いいよ。おしゃれじゃない。左の森のバターバーサス普通のバター。最初にバター塗ります。温めて、まあ、せっかちなんでここの辺でいきます。バターは本当にちょっとでいいです。そしたら、え？うわー！あれ？こんなもんで。チーズ。あ、うまそう。おー。玉ねぎを入れます。ソース。うわー。上手だね。教えて。わー。普通にうまそうじゃん。最後に、あ、アボカドも。どうだ？うまそう。濃くない？なんか。すごい。くるみます。すごい。上手だ。すごい。やったー。2倍を。すごい。来年は。欲張りカレー。シュちゃん、行きまーす。行きまーす。まず、俺たちちゃんを。俺たちじゃん。このとこ特になんか目立った細胞見えないですよ。何も見えないですね。隠し玉です。おー、玉ねぎを入れちゃいます。ここが意
恋愛ポイントです。はい、あ、なんか出すぞ、なんか出すぞ、じゃーん、うわー、納豆さんで、納豆ノーマル納豆、卵醤油納豆めっちゃいるんじゃん、やばいかな、多いかな、8切れ、ちょっと想像を超えたツナですね、やっぱ、うん、意外ないんで、コーン入れますこれでも包みます、あー、よし、出来上がり、かわいい納豆クレープでーす。じゃあ、食べるか、はい、回していこう、はい、みんな納豆食べれるよね、もしかして、うん、もちろん、もしかしてもしかして、いただきます、いただきます、これ上のポテト食べていい、これごめんね、すみません、角度が、うん、ここ食べよう、いただきます、ジャムとクリームチーズの味しかしない。ごめん、ウインナー全部食べちゃった。さっそく、さっそく、おいくりする？おいくりって何？まだ感想はじゃあ。いただきます。いただきます。うん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 。いいね。これ一丁目か。一丁目綺麗です。あっていうか、いいね。いただきます、うん、うん、うん、最後に食べる、これ全部自分が食べちゃっていい、うん、全部食べちゃっていいの、あまだなかった、うちが食べる時は、あー、なるほど、だから9で30点、
はい、ありがとうございます。じゃあ意外性はなんか一番手が込んでるな。確かに。で美味しさは似てなかったのはずっと同じ味。あー、なるほどね。永遠食べててずっと同じ味だから1点減点でした。はい、です。39点です。合計点が87点です。あー、これ何点満点？120。じゃあ次、あ、長いから17点がちょっとねえ、見てますね。今やって、あ、違ったかもって。でも大丈夫、大丈夫、ごめんね。いや、もう食感が大事だから、食感が食感食っちゃった。次、シーナ、シーナの評価。じゃあ、シーナの評価。え、シーナの評価一番早くね。なんで？前が次のがいいかも。あー、どうぞ、シーナから。意外性2点。おー、厳しい。8点。え、どこが5点。あー、妥当だよね。美味しさ10点。おー、10点。おー、8点。おー、前の6点。おー、8点。うん、9点。早さ分かんない。4点。おー、8点。おー、6点。おー、合計、はい、22点。おー、34。28。うん、合計何点？24。勝った。あー、じゃあシュウだから。うん、まあ美味しさももちろんまずいもの入ってないんで。みんなそうなんだよね、まずいもん別に入ってないから。確かにね、入ってないし、まあ、普通のクレープみたいな感じで、うん、まあね、意外性がやっぱりなかったよね。まあね、5歳派クレープ選手権だからね。そうだね。そうね、5歳派忘れてたわ。美味しさ勝負しよう。あれ、食べやすさが4点なんだけど、最初にウインナーを全部丸かじりした。もう知ってないよ、自分やる。知ってるか、輪切りにすればよかったのか。あ、そうか、繋がってきちゃうなみたいな。自分のせいだったらごめんね。ちょっとだったらごめん。いつも4点になっちゃった。まあでもね、結果だもんね。そうだよ、そういう結果だもんって感じでした。はい、はい、ありがとうございます。まず美味しさはもう本当に美味しかったです。大満点。あと何食っても美味しい。意外性はなんか8点で高いんだけど、ちょっとやりそうだなっていうのが。なんで8点にしたの？激危ないよ。10点あるからね、よく考えたら。ほいで、バレードは一番上からの見た目が良かった。ありがとうございます。でも一緒で、やっぱ普通にもう王道に美味しい、うん、けど、まあ、意外性ですね。意外性と、あと食べやすさ、そのソーセージ事件もありましたし。意外性と食べやすさだけで、あとはもう、まあ、王道にという感じでした。ありがとうございます。84点ですが、タナコにはちょっと及ばず。及ばず。あれに負けたのかと。暫定1位。私絶対一般じゃん。高くない？多分私がいないんだもん。辛口が C のジャスト。これで引かったらどうしよう。相当不人気だったよね。じゃあ次、私いいかな。はい、お願いします。意外性は8。美味しさは8。意外性みんな8か。じゃあ美味しさ7 9 8。おお、高っ。あ、出て、バイド自分が5 8 8。おお、こんな助けてくれるんだよ。ダメだ。皆さん6 8 7。おお、あ、合計ごめんね。26。33。31。おお、シュンだ、絶対一番高いやん。これ誕生日だから。うわ、負けた。90。おお、誕生日の人に甘々。90。総評、納豆は意外だった。うん、でも納豆の味のクレープっていうか、なんだろう、なんかネバっていうのが、うん、今回一番最後に食べちゃったからかもしれないけど、うん、最後まで続いちゃったのでマイナス3。なるほどね。はいはい、納豆は美味しいから、うん、なってん、うん、納豆美味しいってなって。で、映えは5なんだけど、まあ、納豆茶色いから、まあまあ妥当なラインって感じ。映えは正直狙ってない。あ、じゃあ、ありがとうございました。まず意外性、なんか納豆ってやってわーとなったけど、でもなんかシューナーが出してきそうな食材だった。私だったからみたいな。何出してきそうじゃない。納豆じゃがりこはただの出してこなさそうだったから。だって思わないじゃん、じゃがりこは出す。前の食べやすさ8点なんだけど、なんか前はうんって感じだった。一番コメントしづらいね、なんか私。食べやすさはなんかホロホロしちゃう。豆だから。豆だから。つぶつぶしてるから。で、貼って、はい、以上です。以上でございます。ほのかさんと少し変わっちゃうんですけど、私は最初に食べたので、なんかあまり納豆が感じられなかった。あー、もっと納豆は最後
方にあったみたいな。下の方に落ちちゃうんだろうね。ギリギリに入れないから、ね、なんで、まあ、意外性の割に納豆そこまででしたねっていうやつですね。厳しい。周りには点数高い。美味しかった普通に。美味しいでしょ。うん。なんか納豆好きですね。美味しいです。ありがとうございます。一番ミヨなのに一番高いの申し訳ない。シーナがどう出るかのよ。そうだ。はい。じゃあシーナ意外性10点。やった。8点。おお。9点。おお。美味しさ4点。7点。おお。8点。おお。バエド3点。7点。おお。7点。ありがとうございます。
キャラ遅くはない。なんで？遅くない感じ。全然いい。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。可愛いな、この方。欲しい欲しい欲しい。可愛いじゃん、いいよいいよ。保護者、保護者なんだけど、みんな。そうだし、可愛い。誰かにしてくれるの？末っ子だから。誕生日だから。末っ子今すごい辛辣な言葉を受け、誕生日だから。誕生日だからっていう。普段はそんな甘くない。今日はね。今日はね。え、なんでこういう感じ？こういう感じ？シュウナにハート作りたい。こうやってハートで囲いたい。いいの？いや、いいな。どうすればいいじゃん。嬉しいか？私じゃあ上やるわ。じゃあ、あんたハート作っちゃうよ。あ、いいね。見えてんのこれ。待って待って待って、何も見てなかった。もう一回やって。え、どんな感じになってる？わかんない。見ようぜ見ようぜ。めっちゃかわいい。めっちゃ形はいい感じ。すごい仲良し。こっちか、こっちか、あ、こっちか。どうね。なんかさ、ダサいけど可愛いよね。ダサいけど可愛い。かなこの角度どうなってんの？角度急だからチェックついた。ちなみに。もっと添えるしな。添えようかな。一応抜けた。添えようかな。DD みたいに添えようかな。知らない人とコラボとか。あ、知らない人はすごい。新しい出会いを増やしたいです。おい、もう頑張って。コラボ案件待って待って、お願いします。誰もいい子なので。そうだよ、本当にいい子なんて。
お前ら誰だよ。そっから始めなきゃ。で、これ全部アルファベットにしてくださいって頼んだんだ。大抵そうだな。大抵そうじゃない。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。ありがとう。やばいて。やばいて。やばいて。わかんない。いいなぁ、いい。ねぇ、今何だよ、ねちゃん。じゃあ、いいよみたいに設定いいね。ふむかは幼稚園。で、どうしよう、かなかはめっちゃいじめられちゃうタイプ。あ、いいよ。え、何をやるの、ゆかわさん。何をできちゃう。で、シーナはなんか正義感強めの。あ、正義感だよ。正義感だけど、顔絶対ないんだけど。やめてよ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 。ちょっと。ねえ、やめてよ。ねえ、すごい。シューナとほなちゃんはさ、東京に行っちゃってるけどさ、どっちもさ、自分のそのやってることとかをさ、見えるようにしてくれてるじゃん。だからめっちゃなんかね、あー、頑張んないと。絶対彼女の友達モチベ。友達が頑張ってるからモチベ。本当にあるそれ。シューナわかるよ、もちろん。あれ？わかった。ぶち上げるしょ。いや、でもシューナはカナコを見てそう思うな、逆に。本当、ありがとう。褒め合いの会。確かに、彼女の友達とかってやっぱいいよね。地元の友達が一番落ち着くしね、うん、一番話通じん話題に、うん、結局会う人って決まってるよね、なんかこの辺ぐらいの、ね、決まってる。ダイヤアートイエイイエイ何の会わかんない。みんなありがとうございました。おめでとうございました。まだこれからだね。まだ21歳だね。まだ21か。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。